どうもハイチーです二週連続ねカット編集なしの回になってしまうんですけど今週はカツを入れる動画を撮らせてくださいえ今日が八月一週目の動画夏休み約二週間終わりましたね特にここまで夏休みを振り返ってやっちまったなっていう気持ちがある方は見てほしい だけどちょっとまあ強い言葉を使う場面も出てくると思うのでそういったのが好きじゃない方は本当に無理に見ないでくださいわざわざ見てさ気分害しちゃうのも申し訳ないのでちょっと見てみたいなって必要かなって思う方はこの先も見てくれると嬉しいです。でなんでねこの動画を撮るかっていうと、まあ、いつも毎年そうなんだけど、まあ、特に今年は夏休みの目標としてねその夏休みが終わった最終日に,よに夏休み振り返ってさ後悔を感じる みんながね、後悔を感じる人が1人でも少なくなってほしいやりきれたな頑張れたなってい多少出るよいや後悔ゼロの人はいないと思う何かしら出んだって反省とか後悔はでもさそういうのも全部込み込みで考えてもいやでも頑張れたなってうん、ね、ダメだった日もあるかもしんないけど頑張れたなって思う人が1人でも増えてほしいそのために今週がめっちゃ大事なのよ夏休みの最初の方の動画でもさ喋りましたけど 夏休みは大事な2週間がありますまず1週目は7月の最初の時夏休み入った最初の週ですスタート大事だからねそして今週です今週ここは7月がうまくいった方が油断しやすかったりとか来週さお盆なんだよねお盆休みでお盆休みっていうのはみんなと関係のないところでみんなのスケジュールが動く可能性がある例えば突然ねおばあちゃんのところに帰省したりとか 知らない聞いてなかったんだけどみたいなここで頑張ろうと思ったのにみたいな物理的な時間がなくなる場面が結構往々にして起こるんだよねそうするとさここで頑張ろうと思ってたその週がうまくいかないと夏休みにあと2週間しか残ってないぜきついぞ取り戻すのだからここなんよねこの週すげー大事もちろんここまで2週間ぐらいが過ぎているのでそれ全部取り戻すことはできるかは微妙だよそんなに簡単なもんじゃない 取り戻すっていうのはでもさまだこっから4週間ぐらい残ってるわけよ3週間4週間ここ踏ん張れたらさやっぱ意味が変わってくるよねみんなの中の印象も違うしさだから踏ん張ってこうぜ自分で決めたことをしっかりやってこうぜこっからさでね多分特に受験生の方とかの中にはこうやっててもね「どうせ」って言葉が出てくると思う。どうせ自分が頑張ったったて,って 努力したっってて意味ないんじゃねえかなって確かにね一日努力したぐらいじゃそんなね例えば成績が上がる確率とか志望校に合格する確率がめっちゃ上がるなんてことはないよないせめてさ今ね今この現状でみんなの合格率が10%だとしよう今日めちゃめちゃ努力したところでその10%が10.8%とかそのぐらいよきっと上がるのはでもさ上がってるんだって 大事なことはちょっとしか変わってないって感じることではなくてちょっとだとしてもパーーセンテージ上がっっててんんじゃんって思えることなのようちらの受験勉強とか普通の勉強もそうなんだけどマラソンみたいなもんなのいい長い距離を走っていかなきゃいけないからちゃんと自分のペースで走り続けることがすごく大事。 今日頑張って10.8明日も頑張って11.6って、まあ、0.8%刻みなわけじゃないけどそうやってちょっとずつパーセンテージを上げていくんだよそれが30日3か月の90日やってった時に10%だったものが 40%50% ってなっていくで入試本番の時にそれが 80%90% なってたら自信持って挑めんじゃんそうなっててほしいそうなるためにはまず今日スタート頑張らないと こっっからなんだっていいどんなに嘆いてもどんなにこう愚痴をこぼしたとしても誰も救ってくんないからみんなの成績を励ましてくれることはあるけどでもみんなの頑張るっていうのはみんな自身にしかできないことなのでぜひぜひここからねも,しもちろんさ夏休みなんかどうでもいいしって思った方もいるかもしれないでもそういう方はこの動画見てないからここまで見ちゃったってことはどっかで頑張りたいって思ってんだから。 だからぜひ今日から、今日からまず目標を少なく設定して少なく設定してまずそこから超えていってみ決めたことをやる自分で決めたことをやるってそれすごく大事それを継続していくその先にパーセンテージの上がった世界が待っているのでぜひ今日からまたねかぶとの締め直して頑張ってもらえたらと思います。俺もねね動動画画頑張りまますんでぜひ、ね、お互いいいい月にしていきましてきょう はいということでちょっと暑苦しくなりましたけど <laughs> ここまでねご視聴いただき本当にありがとうございましたまたね来週動画撮っていきますのでよかったらそちらも是非見てみてくださいでは今週1週間そしてね8月の1ヶ月間お互い,い,い1ヶ月にしていきましょうそれじゃあまたねバイ